皆さんこんにちは、荻上チキです。今日紹介する本はこちら、エリザベス・ブレイクの最小の結婚っていう本です。この本ですね、僕が2019年に読んだ本の中でのベストの一冊でした。どういった本なのかというと、このエリザベス・ブレイクさん、フェミニストで、LGBT 哲学者というような肩書きを名乗っている方で、倫理学者の方でもあります。この方が提唱している最小の結婚という概念を説明している本なんですね。そもそも現在の結婚制度はどうなっているのかというと、排他的で永続的で、なおかつ男女に限られた、そういったようなその関係性というものが結婚に開かれている状況になっています。なので、今の結婚をめぐる運動、社会運動の中では、同性愛者も結婚に入れようとか、あるいは現在の制度をより開くことによって、選択で夫婦別姓にしようというような、そうした議論が行われています。こういった議論には僕自身も賛成です。一方で、現在の結婚制度はそれでもあるメンバーシップを満たした人にしか広げられていない概念であり、そのルールを守らなければ結婚はしてはならないということになってるんですね。それは同性婚が認められようが、選択的夫婦別姓が認められるようが変わらないということになります。で、このエリザベス・ブレイクの議論は、結婚制度そのものをどこまで広げられるのかという話をすることと、結婚にまつわる様々な概念が多くの人たちを苦しめているじゃないかということも説明するんですね。例えば、結婚というのは排他的である、要はそのカップルが1対1で行うものである、そしてその結婚というものを中心的に位置づけるということまで約束される。結婚を中心的にするというのはどういうことか、いい悪いは別として、仕事よりも家庭を重視しようというようなことが言われたりする。あるいは友情よりも恋愛を取るということが自明視されたりする。そうするとどういったことが起こるのか、エリザベス・ブレイクが指摘しているので面白いのが、女性同士の絆というものを奪ってしまうというふうに言ってるんですね。実際この社会では、男性よりも女性の方が仕事にアクセスするそのルートが少なかったりします。実際に就業している女性の数の方が少なかったりする。一方で、家庭の方を他の友情などよりも尊重しよう、それを中心と置こうというような風潮が高まっていたりすると、例えば友達と遊びに行くよりも育児をしなさい、友達と遊びに行くよりもパートナーを大事にしなさいというふうに言われたりするんですね。そういうような風潮がある種の連帯を、損なってしまうということになる。となると、現在の結婚制度では同性愛者であるとか、あるいは複数愛者であるとか、そうした方のみが排除されているだけではなくて、例えば友情というものが排除されてしまう、あるいは様々なシェアハウスなどの、アーバンライフといいますか、アーバンビレッジ、アーバンコミュニティ、そうしたものが排除されてしまう、あるいはその他様々な生活の在り方、多様性というものが損なわれてしまうということになっているんですね。どのようにして私たちはそうした結婚制度や価値観から自由を獲得することができるのか、その一つのアイデアというのが最小の結婚というものなんです。要は現在の結婚制度に課せられている様々な義務というものを最も最小なものにする。最も最小なものは何か、僕の理解ではそれはケアをし合う関係ということになります。他の時間をどう取ろうが、あるいは育児にどう関わろうが、あるいは外でどんな仕事をしようが、恋愛をしようが、友情を築こうが、それはそれでそのパートナーごとに決めていくものだと。ただし、お互いに困った時や生活の様々な場面でケアをし合うという関係のみに同意をする。それ以外の部分はパートナー同士でそれぞれが合意をし合って作り上げていくというふうな、そうした格好を提唱しているわけです。そうした最初の結婚という本、これはおそらく非常にセンセーショナルの本ですし、この概念というものが実際に制度化されるまではおそらく、10年20年では済まされないというふうに思います。ただ、こうしたような議論を行うことによって、そもそも人とつながるというのはどういうことなのか、そうした本質的なところまで考えさせられる、そんな一冊なので、非常にビビッドかつ刺激的な一冊でした。皆さんもぜひ読んでみてください。最小の結婚という本です。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。